今回のキル技だけでマス5級を目指すわ。モンスターボール級の対戦です。相手のパーティーは、加速馬車バトンやトノグドラで、上から攻撃してきそう。初手に来そうな馬車は元ニョロとノウ4で、初手はエルレイド。ハッサム、デカヌちゃん、馬車はもに強く出れるソーブレイズ。そして、特定総大将で最後に決めてくれそうなガドゲザン。モンスターボール級の初戦は、この戦術で戦っていきます。相手の初手は予想通りバシャーモ。バシャーモがアタッカーだった時はきついですが、こんなの大体加速バトン型でしょ。はいはい、一旦見切りね。テラスタルされてビルドアップが一番嫌なんだけど、どうだ？身代わりか。ビルドアップはなさそうだな。素早さが上がるだけなら、バトンタッチされてもどうにかなりそう。再びサイコカッターを選択。バシャーモの HP は 4N 調整。何かしらの木の実を持っていそう。3の実？3の実は急所ランクを2段階上げる木の実です。ということは、ここで、キングドラが来るぞ。てっきりニョロトノからのスイスイキングドラかと思っていたら、確定急所スナイパーキングドラだったらしい。キングドラが来ることを見越して、サイコカッターではなく、威力の高い聖なる剣を選択しておきます。特性切れ味を生かした効果力聖なる剣で倒せたりしないか？惜しい。あとはスナイパーキングドラの攻撃を耐えるだけ。これが、突撃チョロキエルレイドの特殊耐久だ。サイコカッターでキングドラを倒せたの大きすぎる。次に出てきたのはハッサム。エルレイドはバシャーモにもできることがなさそうなので、交換せずに居座って、ハッサムのバレットパンチで倒されました。そして出していくのはハッサム対策として選出していたソーブレイズ。テラスタルをしてくる可能性が高いですが、無念の剣を選択。ハッサムのテラスタイプは飛行。ってことは、ダブルウィングを持っていそうだな。ハッサムのダブルウィングはさすがに耐えられないか？さすがに厳しいか。ソーブレイズは倒されてしまい、こちらはラスト一機。総大将ドドゲザンに対戦を締めてもらいましょう。ダブルウィング持ちハッサムは格闘技持ちが少なそうですが、念のためアクテラスタルを切って、ドゲザンを選択。やっぱり格闘技はしてこない。仮に持っていたとしても、身内の可能性があるから、なかなか打ちづらさはあるよね。ドゲザンでハッサムを倒し、相手の残りはバシャーモノに。見切り、身代わり、バトンタッチで、技が3つ割れている状態。見えてない技が格闘技だと厳しいが、どうだ？攻撃技じゃなかったようで、モンスターボール級で初勝利。引き続き2試合目の対戦です。現在5勝1敗と大きく勝ち越しています。相手の初手に来そうなのが、ネバネバネットを負ける鬼しずくも。しかしバサギリが相手出しづらいと思うので、初手はサーフを読みで大剣気。あとは技によっては、バシャーモを貫通できるソーブレイズ。バシャーモを倒せれば、悪技の通りが良くなるので、ドドゲザン。今回はこの戦術でいきます。相手の初手は鬼しずくも。バサギリを警戒して出してこないと思いましたが、普通に鬼しずくもから来ました。ネバネバネットをしてくると思うので、ネバネバエジを選択。この鬼しずくも結構硬いな。てっきり確定2発は取れると思ったけれど、無理そう。持ち物は食べ残し。ダメージ計算してみたら、HB ぶっぱ鬼しずくもに対して、大剣士のツバメガエシがこのダメージだったので、かなり物理耐久に耐えていることがわかります。攻撃は振っていなさそうなので、Q
吸血は余裕を持って耐える。吸血と食べ残しによる HP 回復で、次のツバメ返しで倒せるかは、かなり怪しい。ですが、大剣気を信じて、ツバメ返しを選択したところ、相手は交換をしてきて、出てきたのはサーフボー。タイプ不利なサーフボーは育ちつくするとは、テラスタルしてきそうなので、居座ってツバメ返しを選択。サーフボーはテラスタルをしてこない。こだわりスカーフがバレているってことかな？サーフボーは身代わりをしてきたので、技構成は身代わり、悪巧み、自己再生、攻撃は雑突、の可能性が結構高い。シャドウボールとゴールドラッシュだった時にどちらも半減できる。ドドルガンを出して、ドルガンで圧をかけていきます。さて、テラスタルを切ってくるか？すると相手は交換を選択してきました。出てきたのは最強バシャーノ。半減だとはいえ、結構ダメージ入ると思うぞ。半分も入るの強すぎだろ。バシャーノのインファイト、フレアドライブをどちらも無効化できる。もらいビフォーズレイズに交換します。こらえるか。こらえる騎士改正でチーラの実とか持ってるのかな？ソーブレイズに有効だなさそうだし、サイコカッターを選択しておけば良さそう。すると相手は交換を選択。出てきたのは鬼しずくも。鬼しずくもは特性水砲でこの技のダメージが半減されるので、無念の剣はダメージが入らない。サイコカッターと辻斬りのダメージは一緒なので、辻斬りを選択しておきます。あ、やって。ミスりました。倒せると思って、辻斬りを選択したけれど、絶対にパワフルハーブソーラーブレードを打つべきでした。ここまで明らかなプレイングミスをするの久しぶりな気がする。翡翠大剣気を出していき、次こそは倒しに行きます。鬼しずくもを倒しつつ、被験値へ波の追加効果で、巻き菱を負けました。翡翠大剣気の素早さ種族値は85、サーフ号は84。ネバネバネットで素早さが下がっても、こだわりスカーフを持っているので、先制できました。まさか、最速こだわりスカーフだとは思わないよね。相手の残りはバシャーも。さっきやろうと思ってやれなかった、こらえるをしてきて。大剣気の危険中なので、HP が1になりました。これは結構やばくないか？キル技しかないので、もちろん先制技は採用できない。バシャーモの持ち物はチーラのみ。こらえる騎士改正チーラのみバシャーモやばすぎー。もちろん、大剣気は耐えられない。残りのドドゲザンのテラスタイプワーク。物理耐久が結構高いドドゲザンといえど、バシャーモの攻撃1段階上昇騎士改正はさすがに無理っぽい。ただ、何か起こる可能性があるので降参せずにドゲザンを選択。あ。不意打ちを読みたくなるのはすごくわかる、が、こちらは不意打ちは不採用。オメガは、俺がヘビに見えたか。ヘビでいてくれてありがとう。途中、大きなプレイングミスがありましたが、相手が優秀だったので、勝つことができました。モンスターボール級で開幕に連勝したので、次の試合はスーパーボール級の昇格戦です。初手はミミズズを警戒して、エルレイド。特性色メガネでエアスラッシュの一環を作れるメガヤンマ。そして3匹目の選出はソーブレイズを選出しましたが、特に刺さっていないので、ドドゲザンを選出しておけばよかったかな。納得いく選出ができませんでしたが、スーパーボール級の昇格戦を戦っていきます。初手はエルレイド、変な色のヘラクロス対面なので、結構有利。サイコカッターで倒しに行きます。種マシンガンってことは、持ち物はイカサマダイスかな？
めっちゃ命中してるから、さすがにイカサマダイスっぽいな。エルレイドは物理耐久が低いので、クイッチタネマシンガンでも結構ダメージが入るな。これはさすがに無駄急所だろうな。ヘラクロスの次に出てきたのはラウドボーン。物理耐久が高いラウドボーンとはいえ、辻斬りは結構入るはず。ラウドボーンはテラスタに送ってきました。テラスタイプは炎。辻斬りのダメージからすると、耐久は6メートル。炎テラスタルフレアソングはさすがに無理か。炎テラスタルフレアソングを耐えていく。突撃直帰エルレイド硬すぎるわ。当該で入るようになった聖なる剣でラウドボーンを削って、ラウドボーンにいいダメージが入ったので、メガヤンマを出していきます。メガヤンマの特性は色メガネ。そして持ち物はこだわりメガネ。メガネメガネメガヤンマ、ヤッツでメガネがメガヤンマ。優勝、エクサヤンマです。相手の最後の一撃はミミズズ。鋼タイプのミミズズに飛行タイプは半減ですが、特性色メガネにより、当倍で入ります。さらに、メガヤンマのテラスタイプは飛行。テラスメガネメガネメガヤンマ、ヤッツでテラメガネがメガヤンマ。通称、クエタヤンマです。クエタヤンマの強化力を、ミミズズは受け切れるか？なんと一撃で倒していく。エクサヤンマ、いやクエタヤンマの大活躍により、モンスターボール級3連勝。そして、スーパーボール級に上がりました。先ほど言いましたが、モンスターボール級を3連勝で突破しました。次からは格段に相手が強くなるスーパーボール級。この調子で強化力を押し付けて、マスボ級まで到達できるか？高評価がモチベーションにつながるのでぜひお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。